岸田総理大臣は参議院の予算委員会で、送迎バスの安全装置について、認可外保育園なども設置を義務付ける考えを示しましまた。認可外保育施設、あるいは巡回型バスについても、認定子ども園等と同様に、安全装置の装備を義務付けるべきと考えており、所要の措置、を行ってまいります。 設置費用については定額補助を行うことで事業者の負担が実質的にゼロとなるよう調整しています政府は静岡県で園児がバスに置き去りにされ死亡した事件などを受け来年4月から送迎バスへの安全装置の設置を義務付ける方針です岸田総理大臣は二度と悲劇が繰り返されないよう取り組みたいと強調しました